はい、こんにちは、バートマンです。今日は僕が毎朝行う5つのフィンガートレーニングルーティーンをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。最近、この動画だけじゃわからない。もうちょっと前の説明からしてもらわないと理解できないみたいなコメントがちょこちょこべたつようになってきました。というわけで、もちろんですね、一つの動画で全て語ることはできませんし、それこそギターの上達っていうのはその部分だけじゃなく、右手、左手、もちろん頭脳もありますね。あとはスケールや、機材とか、あとは人との付き合い方。ギターライフって様々なものが噛み合ってですね、ギターライフを構築しているので、そういったことに関してはですね、過去の動画でたくさん喋ってますんで、ぜひチャンネル登録をしていただきたいのと、これからもですね、ギターに関する、情報はもう、どんどん出していこうと。ギター専門チャンネルとしてですね、やっていこうと思ってますし、コメントいただきましたら、それにお答えするような動画も作っていきますので、ぜひチャンネル登録の方をしてから、この先ご覧くださいね。はい、それでは5つのフィンガートレーニング、先にご紹介します。1つはスパイダー。2つ目はジグザグ。3つ目はマン&ウーマン。4つ目はフリーハーモニー。5つ目はインプロビゼーションとなっております。それではやっていきましょう。それでは1つ目、スパイダーというのは一般的によくある全然面白くない一つも面白くない、練習ありますよね。もちろんこれ全然面白くないし、何の役に立つのかもよくわかりませんが、こうやるとですね、非常に効果が現れます。どうやるかというと、6弦から4つ押さえますね。どこ、ポジションはどこでもいいです。そしたら、次人差し指の番ですけども、次の弦に行ってね。前押さえた3つを押さえっぱなしにします。で、次は中指。この二つは残したままにします。薬指、小指は残したままにします。という感じで、押さえた指を離さずに、動かしたい指だけを動かすっていうのでね、やると非常に脳みそが動きます。はい、二つ目は、ジグザグ。はい、これも、どの弦でもいいです。まあ、できれば、すべての弦でやったら、効果的でしょうね。今日は3弦と2弦を使ってやりますが、フィンガリングは、3弦1フレット、2弦2フレット、3弦3フレット、2弦4フレットという感じで、今さっきと同じようなクロマチックに似てるんですが、弦が一つずつ違います。3弦2弦、3弦2弦ってやつですね。それで、これは、どちらかというと、フィンガリングより右手のトレーニングで、ダウン、アップ、ダウン、アップでやると、弦をこう、飛び越えるようなピッキングになりますよね。はい。これができるようになりましたら、今度はピッキングを逆にします。アップダウン、アップダウン、アップダウン、アップダウン。なので、最初が、内側から入るような感じというか、まあ、アップピッキングですね。これもしっかりやるとすごく練習になりますね。実際の演奏で、ダウンアップダウンアップだけってこともないですし、アップダウンアップダウンってこう弦がね、こう2つあるときに、どちらかだけ練習しとけばいいっていうこともないので、ぜひ練習してみてください。ここにはですね、屈伸のピッキングが通用すると思うので、もし屈伸のピッキングがまだわからない方は、過去の動画に遡ってですね、ここに出てます、動画を見てください。はい。三つ目は、マン&ウーマン。これはオクターブ違いの音。男性の声や女性の声を行ったり来たりするような感じでやるんですが、まず見てもらった方が早いと思うので、実際やってみます。こんな風にですね、
1オクターブ飛びます。同じ弦で、例えば6弦の3フレットと6弦の15フレットは同じ音ですね。オクターブ違いです。これをまあ皆さん認識してると思うんですけども、ギターで言うとこれってすごく遠いですよね。遠いですが、ギターをなくすとこれだけの距離なんですよ。これだけ。それこそピッチングなんてこっからここまでね、ぶらさずに投げる。ゴルフなんてこっからここまで、そしてここまでぶらさずに回す。ね。それから比べたら非常に距離が近いんですけど、間違えちゃうんですよね。っていうか、頭の中が間違えるかもという不安に襲われるはずなんですよ。それを取り除く。ね。もう非常に距離が近いんだと、頭の中に覚え込ませる練習です。これはとっても有効なんでやってくださいね。これは今やったスケールのようなものだけじゃなくて、フレーズ、何でもいいと思います。ぜひやってみてください。4つ目はフリーハーモニー。これは一つのスケール上でどの音を使ってもいいので、6弦から1弦まで弾いていきます。そして3つのハーモニー、3本以上の弦はずっと押さえっぱなしにするというルールで、どこのスケールの音を弾いてもいいです。別にそれが自分の押さえたことあるコードじゃなくてもいいです。ここにスケールがあるな、ポジションがあるなと思ったらそれを押さえていいです。それで独特なコードをどん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 鳴らしていきましょう。これはね、思いついたハーモニーをどん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 弾いていく、また新しいハーモニーの発見なんかにも役に立つので、ぜひやってみてください。こんな感じです。こんな感じですかね。これも実際この指のストレッチの練習にもなりますし、ポジションの確認、新しいハーモニーの発見、様々なことにですね、つながるので、ぜひやってみてくださいね。5つ目はインプロビゼーションです。これは僕がいきなり実演しても何をやってるかわからないと思うので、先に説明しますね。これは単純に言うとですね、自分が思った場所、次じゃあ3弦の6フレットとか1弦の5フレットってパッて思っても、そこに指がいかなかったりしませんか？もちろんフレーズという形では覚えてたりするんですけど、急にそこにでなるとですね、その前何弾いてたかにもよりますけど、とても難しくなったりします。例えば実際こういうフレーズはあると思うんですよね。これは簡単です。でもここを押さえてて、ここを押さえることってなかなかないですよね。こうやって音が飛んだり、思ったところに指を行かせるための練習です。これの効果としてはですね、実際アドリブ、即興演奏なんかをしてる方は特にあると思うんですけども、即興と言いながらフレーズがあったりしますよね。バンヘイレンのフレーズとか、クラプトのフレーズとか、なのである程度モデルがあるわけですよ、元となる。でも今からやる演奏はですね、完全なる即興です。なぜこれが必要かというと、エリック・クラプトンみたいな型を使っていても、こうイマジネーションが湧いてきて、あれこのフレーズの後にもっとこう早く弾きたいけどなとか、もっと音程飛ばしたいけどなとか、次の音ここに行ってみたいけどなとかって連想したけどできないってことありません？これ会話と一緒で、こう自分の会話が盛り上がってきて盛り上がってきて、あ、次こういう言葉で締めたいんだけど、その言葉がわからない、要はそれを語彙力がないと言ったりしますけども、それを打破するための練習に近いですね。次ここに行きたいと思った時に、そういう風に体が反応してくれる、脳も反応してくれる、なんだったらその音程を覚えてここの場所に飛べばこういう効果が得られるというのを覚えるために、まずはもうキーも何もなく、ここの全体がもうフリーとしてですね、どこを押さえてもいい、自分が思ったところに例えば飛んでもいい、はい、
どういう風な形でもいいので、思ったことがすぐできるように練習するわけです。ちょっとやってみます。でも僕の頭の中を覗かせることはできないので、一応やりますが、多分謎な動画になると思います。ちょっとだけやりますね。こんな感じですね。はい。自分が思ったところに指を動かして、それがミスタッチにならないように、ゆっくりと紡いでいくように練習してみてください。これは頭も指も随分リラックスすると思います。ぜひ頑張ってくださいね。というわけで、これからも皆さんのお役に立てる動画をどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録、最近少なくなってきたんですけど、ぜひコメントとかもですね、評価もぜひつけていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、はい、こんにちは、バートマンです。エネゴリです。今日は、これからライブハウスに出たいと思っている人たち、しかもね、ライブハウスに出たいけどどうしたらいいのか、ね、怖いって思ってる人たちとか、その人たちのために、まあちょっと手引きというか、出るまでのこう、いろんなことをね、説明していきたい。あとは出た時のメリットもね、お話ししていきたいなと思って、動画を撮っております。はい。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。